ギリエルメシケーラことギリエルメマダレナシケーラ、ポルトガル語、ギレルミモディレナシケーラ、1986年4月28日体は、ブラジルサンタカタリーナ州、フロリアノーポリス出身の元サッカー選手。ポジションは DF。フィゲーレンセーフ C、リパチンガイフ C、アバイ FC の下部組織に在籍した。2004年8月、18歳の時に、 イバチンガからインテルナチオナーレミラの22万5000ユーロの遺跡金で遺跡、当初は期限付き遺跡であった。2006年1月にセイザルの遺跡の影響で SS ラツヨに期限付き遺跡、オプションとして共同保有が付けられた。2006年8月11日に共同保有の形でウディネーゼ・カルチョに遺跡、遺跡金は75万ユーロであった。二千六年九月十日に セリエ A 初出場。2006から07シーズンに3試合をスターティングメンバーで13試合を途中から出場した。2007から08シーズンも同クラブに残ったが起用機会は多くなかった。ウディネーゼはインテルから残りの権利を買い取らず、同じインテルのリンコンともに AC アンコーナに期限付き遺跡となった。二千八から零九シーズンに昇格してきたアンコーナでは、 レギュラーとして24試合に出場し、プロ初得点をこのクラブで決めた。2009年6月にウディネーゼに復帰。しかし復帰後初出場は2010年1月10日で71分にパオロ・サン・マルコとの交代での投入であった。リーグでは他2試合の出場に止まった。2010年にウディネーゼの提携先であるグラナダ CF に期限付き移籍。 レギュラーとして活躍し、セグンダ・リビシオンに所属していた同クラブをプリメーラ・リビシオンに昇格させたが、彼自身はリーグの34試合で3回多場した。ともかく、その活躍によって2011年6月30日に完全移籍の4年契約を締結した。2012年3月20日にカンプノーで FC バルセロナから得点を奪った。これをきっかけにオファーが殺到し、 バレンシア CF や SL ベンフィカは特に彼の獲得を渇望していた。しかし彼は契約を延長し2017年までの契約となった。2012から13シーズン終了時にクラブは15位で彼も夏の遺跡の可能性を示唆した。しかしマルカのインタビューにはグラナダは楽しいクラブでここに残りたいと述べた。そう述べたにもかかわらず、 プレミアリーグのエバートン FC やリバプール FC、ストークシティ FC からも興味を持たれた。2014年4月にレアルマドリードとの遺跡がまとまったが、グラナダの会長のエンリケピナがこれを拒否したため遺跡は実現しなかった。夏の遺跡史上最終日の締め切り寸前に1、シーズンの期限付き遺跡で SL ベンフィカニカニュー、700万ユーロでの買取オプションが付けられた。 タッサでポルトガルの決勝や、敗れたものの UEFA ヨーロッパリーグ2013から14決勝にも出場し、プリメーラリーガでは18試合に出場、10月27日の CD ナショナル戦で1得点という結果を残した。なお、このシーズンのベンフィカはトレブルを達成した。2014年6月4日に1000万ユーロでアトレティコマドリードに移籍で合意。 無事にメディカルチェックを通過し、同月11日に4年契約で移籍した。彼はこの移籍について一瞬の迷いもなかったと述べた。7月23日の CD ヌマンシアとの親善試合で初出場し、1から0の勝利でウイジンを飾った。8月19日のスーペルコパデースパーニャ第一試合で公式戦初出場、64分間出場し、 クリスティアン・アンサルディと交代した。2016年2月1日にバレンシアに期限付き移籍した。生まれた国であるブラジル代表を選ぶこともでき、イタリア国籍を取得したために、イタリア代表を選ぶ資格もあったが、彼自身はスペイン代表を希望しており、2013年10月にスペイン国籍を取得した。ありがとうございます。